なバブり方が局地的なんやて、まあ、あれ昔 平成の頭のバブル崩壊の時って言ったらもう全部が上がっとったからな、はっきり言って、うんうん、そこら辺のなんかこう今でいう債権不可みたいな土地のなんかちっちゃいおでこのこう額サイズぐらいしかないような田舎の土地でもバンバカバンバカ上がっとったから、うん、あれとはちゃうような気すんねんけどな、うん、でもなあの時に比べあの当時って言ったら 今から30年前ぐらいね、はい、32、3年前にあのバブル崩れてんけど、はい、昭和の終わりから平成の頭にかけて金の総量が全然違うねあの時に比べたら発行してるそもそもの、うん、日本だけじゃなくて世界中な、はい、あの当時はおそらく100倍近い金が世界中に出回ってるから、はい、そのマネーがこのマネーが一回クラッシュする前にもうあとはさあと1年半ぐらいで全部これ終わるから、うん、ドルが終わるってことで全部終わりやからな、うん、でその前にやっぱりアメリカとかヨーロッパのその金融っていうか株っていうかストックマーケットあこが崩れていくと日本にガーッて今度来るから一気に、うん、だらーさ今のまあ実際崩れる前の今のマネーの総量考えたらあらまだもっと上がっていくんやけど、ただそれがクラッシュして次どうなるかっていうのは10年後どうなってるかまあまあ10年まあ10年ね10年か分かんないですけどもうずっと先を見たらね、うん、どうなってるんかなとは思いますけど、うん、まあただゼロにならんのよね、はい、株と違って圧倒的に違うところはな、はいはい、うん、今だって実際問題そこそこまとまった現金やって預金しとったらゼロになる可能性ってあるもんなはっきり言ってインフレでベベリするし、ね、不動産はなくなゼロにはならんしね、運営だけしっかりしとったらその間にほらインカムが入ってくるでしょ、親賃っていう名で、うん、だから利回りほんまに 10% ぐらいの物件やったら10年ぐらいやったら10年で終わってるからな、はい、ある意味も、はい、返済含めてそういう意味ではいいんやろうけどな、うん、いやどうなんやろこれ面白いな、ね、やっぱ結構いろんな人いてますからね、あの下がるやろうっていう人も上がるやろうっていう人もね、うん、もうまあ聞いてて楽しいですねやっぱり、うん、まあでも自分から見ててもあれ今後はあんま上がる下がるっていうやりかい考え方で買わん方がええよなイメージ的には、まあ、そうですね、もう元さえ取れてしまえば極論言ったらだから明らかにそのもう転売とかもう 2,3 年で、うん、っていうかまあ原価償却と取るだけ取って運年っていう人は別やけど、その気がなかったら別にインカムっていうのはさっき言ったようにあるからな、うん、家賃っていうのは、うん、あんまり上がる下がるって関係ないっちゃ関係ないし、うん、本来とそこでねもうあのそれもそれ目的で買うものでもあるもんやし、うんうん、だから資産アセットのその何て言うかな将来的な資産っていうイメージではやっぱ不動産がなかったら運用ってできへんのじゃん実際問題、20年30年ぐらいの、うん、あのなんていうかな資産 20年ぐらいかけての資産形成って言ったらやっぱ不動産やぞ、どう考えてもかなり安定してますね、うん、だってインカムを得ながらインカムを得ながら価値も最後は残るっていうわけでしょ、はい、うん、上がる下がる別として、はい、他はだって金買ったって銀買ったってインカムないもんな、はい、食べられへんしな住まれへんもっと流行ったらいいのにな、そうですね、もっともっと増えてもらったらうちももっともっと融資厳しいな今な、厳しいですな、いろいろとご迷惑をおかけすることもあるでしょうね、地銀なんかどう思うんでて地銀ですかまあまあ地銀さんの方が占めてるイメージありますけどね、いやしんどそうやぞ、もうしんどそうですよね、もう収益もう手数料しかないようなレベルやぞ、投資家へとかはいはい、なんかわけのいまだにドル買えとか言ってくるからな勘弁してくれみたいな世界ねんけど、ああありがとうな、ありがとうね、もうこれからもよろしくお願いします、なんか楽しいことしたいな、楽しいことしたいですね何があるかな不動産も楽しいですけどね、十分うーんええと思うな、うん、なあ
新しい投資家さんなんか声かかんの？なんじゃかな、新規でいきなりテント飛び込んできたとか、電話かけてきて、ちょっと融資のお話したいんですけどみたいな人っておる？ごくごくまれに。 あと業者からの紹介、不動産業者から。そうですね、でもまあまあもうその飛び込みで来た人はあんまり出してないですね。やっぱ業績とかも見たいんで。だからまあ、まあ、今回ほらあれやったやん、いろいろ物件、今回の物件で手伝ってもだけど、はい、あんな感じでやっとったらほぼほぼの人なんて融資なんか出るんかみたいなっけ。ね、まあ、やっぱ一概には言えないですけど、もういろいろ、まあ、物件もそうですし、会社さんも見させていただいたりとか、総合でね、出せるか出せへんかったら。商売どうやねん、みんな。ほんで要するに、自分らも不動産業者しかわからんのか。まあまあほぼほぼ、あ、まあ、まだ大丈夫そうですよ。あ、そうまあまだ大きくは崩れてないと思います。